こんにちは、アラサー夫婦です。今回は厚切りジェイソン氏 VTI 売却。5月13日金曜日に厚切りジェイソンさんのツイッターで過去のツイートが全て削除されていました。これがネット界隈をざわつかせていました。私も日中ツイッターを見ていたら、フォロワーさんがこの件についていろいろツイートをされていたので、そこで知りました。過去のツイートを全て削除したことで、いろんな憶測が飛んでいて、ネット記事にもなっていました。厚切りジェイソンツイート全消し、米国株下落で非難殺到かという記事ですね。他にも厚切りジェイソンさんが一押しする VTI を売却したんじゃないかという憶測も飛んでいました。ツイートを消すだけでニュースになっちゃうんですね。有名人は大変ですね。そもそも厚切りジェイソンさんは書籍お金の増やし方で VTI、全米株式インデックスファンド、これを長期積み立て投資すれば OK、 資産形成はこれだけで大丈夫と断言してくれています。過去に私たちのチャンネルでも VTI に投資した結果や投資を継続していく上で大事なポイントについて動画で紹介しています。私たちは米国株のインデックスファンドは VTI をメインにしてもう2年以上積み立て投資をしています。ではなぜ今回こんな憶測が飛んでいるのかというと、直近1ヶ月で厚切りジェイソンさんが推奨する米国 ETF VTI の株価が 12.6% 下落しているからですね。ネット上では今回の株価下落に際して、インフルエンサーの勧める通り投資したら資産がなくなったとか、許さないといった声も多数出ており、逆恨みによる非難からツイートの削除に至ったのではないかと推察されていると記事で紹介されていました。最近ではネット上のインフルエンサーの情報を鵜呑みにする人も多かった模様だと紹介されていました。同じ発信者の立場である私もこの記事を読んだ時はちょっと心が苦しくなりましたね。ただ記事の後半では、厚切りジェイソンさんは基本的な投資方法としてインデックスファンドによる長期分散積立投資を謳っており、極めて堅実な投資方法だと言える、書籍の中でも危機が起きても積み立てたファンドを取り崩さないような準備をと、今回のような事態が起きても慌てず淡々と投資を継続することを説いていたと紹介されています。ちゃんと厚切りジェイソンさんの投資方法が堅実な投資方法だと紹介されていたのは良かったですね。ちょっとほっとしました。ただそれでも短期的な値動きに翻弄されるのが投資家であり、またうまくいかなかったら誰かのせいにしたいと思う気持ちもあるものだと。13日の金曜日となる5月13日はタレントの厚切りジェイソンさんにとっても不吉な日なのかもしれないと締めくくられておりました。何うまいことホラー映画のジェイソンと掛け合わせて締めくくっとんねんと、まあ、関西人ながら思ってしまいました。こういった記事やいろんな憶測が飛んでいる中、厚切りジェイソンさんツイートでちゃんと答えられていました。わら、話題にしてくれてありがとう。米国株が長期で見たら大した暴落でもないよ。それは関係ない。 SNS が嫌になっただけ。僕の書籍で説明した理由で、まだ米国株の長期分散積立投資が正しいと思っているし、僕がまだ続けているよ。冷静に計画通りで。ハッピー13日の金曜日とツイートされていました。なので厚切りジェイソンさん VTI 売却しておりませんでしたね。冷静に計画通りに続けられているようです。ただただ SNS が嫌になってツイートを消したら、まあこんなことになったというわけですね。勝手にいろんなこと言われている中、ちゃんとこのようにツイートして答えられている厚切りジェイソンさん、もう本当に器が広すぎます。もっともっと好きになりましたね。今回の件で私自身が思ったこととしては、まずは人のせいにしないっていうことですね。投資をすでに始められている方は20歳を超えている成人の方ですよね。成人している大人なんだったらもう人のせいにしない。いろんな人が情報発信している中で、自分で情報をつかんで自分の頭で考えて判断して VTI に投資されていると思うんです。最後決断をしているのはあなたです。まずは他人のせいにするのではなく、自分自身と向き合うのが大事かなと思いました。ただそうは言っても、投資を開始して初めて今回下落を受けられた方っていうのも多いと思うんですね。当然不安を感じるのもわかります。めちゃめちゃわかります。私も初めて暴落を経験した時に資産がどんどん減っていくんですね。この不安な気持ちはめちゃめちゃわかります。不安を感じる方は厚切りジェイソンさんの書籍を読んでみてください。すでに読んでいる方は
何度も読み直してみましょう。新しい発見があるはずです。もうすでに何度も読んでいるよっていう方は、他の方の書籍も読んで理解を深めてみましょう。おすすめはこちら、チャールズ・エリスさんの敗者のゲームです。この書籍を読めば米国株を長期間保有したくなるはずです。そして短期ではなく長期的な視点で見ていきましょう。しっかりとした長期的な視点を持っていれば、批判的なコメントやツイートはしないはずなんですね。そういったコメントをしてしまうということは、短期的にしか考えられていないということの表れだと思います。株価は短期的には日々変動していきます。ずっと右肩上がりではないんです。ここから VTI の株価をいろんな期間で区切って紹介していきたいと思います。こちら VTI の年初来の株価です。株価ぐねぐね上がったり下がったりしながらも、どん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 下がっていってますね。年初来でなんとマイナス 19.47% になっています。 VTI に100万円投資していれば80万円まで下がっていることになります。結構大きな下落ですよね。ただこれを期間を直近1年間に伸ばすとこんな感じになります。リターンはマイナス 7.67% です。まだマイナスではあるものの、先ほどよりリターンかなり回復してきましたね。次に直近5年間で見てみましょう。5年間まで引き伸ばすと、チャートの光景が全然違いますよね。プラス 59.89% です。直近1年までと違って大きなリターンを出しているんです。さらにこの間、2020年のコロナショックを含んでこのリターンを出しているんです。さらに VTI ができてから現在に至るまでのチャートです。約21年間です。リターンの結果は 238% です。すごいリターンになっています。この間には先ほどのコロナショックに加え、100年に一度と言われたリーマンショックもありました。この時株価はマイナス 56% まで下がりました。ただし長期的にはこういった暴落も乗り越えて、素晴らしいリターンを叩き出してきました。このように米国株は過去の実績を見ても、運用期間が長くなればなるほどプラスのリターンに収まりやすい傾向があります。一般的な運用期間の目安は15年から20年です。このぐらい運用を継続できれば資産は大きく増えているはずです。今不安を感じている方も、投資歴が長くなり、いろんなことを経験していけば、こういった下落の中でも淡々と長期投資を続けられるようになります。厚切りジェイソンさんが言っていたように、米国株が長期で見たら大した暴落でもないよと言っているように、今回の下落は過去の暴落と比べるとそこまで大きな下落ではないです。こう考えられるのも、短期的な視点ではなく長期的な視点で考えられているからです。もし株価が下がって不安になったら、この長期チャートを見るようにしていきましょう。最近投資を始めて不安に感じている方は、ぜひこちらの動画もチェックしてみてください。米国株急落、積立NISA今売るべきという動画です。こちら先日作った動画で、特に積立NISA を始められた方で、楽天 VTI や SBI VTI に投資を始められた方はぜひチェックしてみてください。下落を乗り越えられないと、長期的に資産を形成していくことは難しいです。一緒にこの下落を乗り越えていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。もし今回の動画良かったなと思っていただければ、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。妻と一緒に Vlog チャンネルもやってます。今年6月に結婚する沖縄移住セミリタイアまでの過程をリアルに発信しているので、こちらも合わせてご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。